ヨン・スティーブンソン・ホン・テッツ・ナーは、オペラを開発した、オペラソフトウェアの共同創設者。アイスランド・レイキャビーク出身。1979年に、ノルウェーに移住し、オスロ大学を卒業。1991年から、テレネール、リサーチデベロップメントに勤務。1994年より、ゲール・イバルセーラと、新たなウェブブラウザ。 マルチトルグオペラの開発を行う。この開発プロジェクトは途中で終了してしまうが、二人は、このソフトウェアの権利を獲得すると同時に独立し、オペラソフトウェア社を設立した。2010年1月5日、創業以来勤めてきた、オペラソフトウェア CEO を退任する。オペラが運営していた、コミュニティサービスマイオペラコミュニティが2014年3月に閉鎖されることを受け、 大体サービスとして1月にビバルディ .net を立ち上げた。2015年1月27日、Chromium ベースのウェーブブラウザ、ビバルディを発表した。2005年4月19日にリリースされたオペラ8が公開後48時間で60万回ダウンロードされたことを受けて、公開96時間以内にダウンロード回数が100万回を超えたら、ノルウェーから 大西洋を横断して、アメリカへ泳ぐと2005年4月21日に、宣言した。公約では、オスロを経って、母国アイスランドで一回限りの休憩を取り、母親のココアを飲んだ後に、アメリカへ向かうことになっていた。そしてダウンロード開始4日後の4月25日、ダウンロード回数が105万回を超え、公約が実行されることが明言された。25日朝、 内々の話であった、大西洋横断というヨタ話を、プレスリリースしてしまった PR マネージャーのエスカル、シベルツェンがその責任を取って、ゴムボートで並走し、テッツナーは、アメリカへの演営を開始した。しかし開始後1時間足らずで、ゴムボートが損傷して沈没が始まったために、これを救助せざるを得なくなり、大西洋横断は中断された。この時点で、 すでに概要に出ていたはずだが、たまたま家の台所で、救助の模様を目撃した地元の農家が、超望遠カメラで鮮明な写真を撮影し、一連の、様子が、同社サイト上で国名にレポートされた。ジョン・スティーブンソン・フォンテッツ・シュナーは呼びづらいため、日本のユーザーから、テ・チャンという愛称をつけられていた。本人の知らぬ間についた名前であったが現在本人は、これを公認している。 公認のきっかけになったのは、オペラソフトウェア、日本支社で2007年5月26日に行われたオフラインミーティング。スカイプを通して、日本のファンの前に姿を現した。この席で、ファンに、テッツちゃんと愛称で呼ぶことを提案され、彼はこれを快諾した。ありがとうございます。